某上場企業の,知りあの創業者の人で、たまたま石油王と知り合って、でな、その大阪にある某風俗がお好みらしいんですよ。で、要は、あの、西風俗って中東違法なんでないんですよ。なので、その某西風俗に行きたいっていうために、あの、たまに日本に来るらしいんですよ、その石油王は。で、あの、チップの単位が100万なんですよ。 要はその、あの、こいつよく頑張ってまずみんなに100万ずつと。で、よく頑張っただと200万とか300万で、要はその、彼にとっては1万円札、2万円札っていう単位が100万なんですよ。で、別にその彼にとってはそれが、あのどうでもいい額なんですよ。100万て大した額じゃないの、彼にとっては。なので、最低単位が100なんですよ。で、倍だったら200万っていうのが、あの僕が聞いたその石油王の話で、でまあ、その上場企業の人も別に嘘つく必要ないので、多分本当にそういう話だと思うんですよね。なので、5万円だと多分石油王じゃないと思うんですよね。っていうのが僕の答えです。